アイフォーメーションにおけるハーフバックの位置ランニングバックはアメリカンフットボール、カナディアンフットボール、アリーナフットボールの攻撃側のポジションである。ランニングバックの役割の中心はクォーターバックからボールを受け取ってランプレーを行うことであるがパスプレーにおいてもパスのターゲットとなったりラインと一緒にクォーターバックを守ることもある。攻撃フォーメーションでは通常 一人か二人のランニングバックがセットされるが、ランニングバックをセットしない場合もあり、その場合、そのフォーメーションは、ノーバックと呼ばれる。ランニングバックには、主に、ハーフバックとフルバックの2種類があり、それぞれに求められる能力は異なる。エンドゾーンへの到達を試みるランニングバック主に、クォーターバックからボールを受け取り、相手の陣地へ侵入を試みるランプレーの主役。 追ってくるディフェンスを振り切れるだけのスピードは、もちろんのこと、止めようと向かってきたディフェンスをかわす俊敏性も求められる。アイフォーメーションにおける最後尾のランニングバックをテールバックと呼ぶが、役割自体はハーフバックと同じである。ジョン・リギンス・ハーフバックが進もうとするルートを先行して、走り、ディフェンスをブロックして、ハーフバックが駆け抜けるためのルートを確保する。そのため、 ハーフバックに比べて俊敏性は重視されないが、ディフェンスをブロックでき、押し負けないだけのパワーは要求される。ダレンスプロールズ基本的に、スピードと俊敏性が要求されるため、比較的小柄な選手が多い。フルバックはディフェンスをブロックする役割があるため、ハーフバックに比べて、体格としては、身長、体重ともに上回っている選手が務める場合が多い。パスターゲットとなる場合、 ポジションの特性から基本的にはショートパスを受けることが多い。他には、クォーターバックがロングパスを狙ったものの、レシーバーが全員ディフェンスにきっちりマークされていて投げる場所がなくなった時、ディフェンスラインの裏側の空いているスペースに向かって走り込んでショートパスのターゲットとなる場合がある。そのため、 短い距離の直線的な速いパスをパスに対して垂直方向に走りながら補給できるレシーブ能力があると望ましい。また、複数人のディフェンスに囲まれてタックルを受けてもボールを落とさないキープ力は強く要求される。ランニングバックはパスプレイやランプレイにおいてブロックに参加することがある。ランプレイにおいては体格が大きいフルバックがブロッカーとなり、 ハーフバックの進路を開く役目を追うことが多く、パスプレーにおいては、守備選手がブリッツを仕掛けてきて、オフェンスラインを突破してきたのを拾ってブロックする、役目を追うことが多い。多くのチームで、ゴールラインバックや、ショートやレイジスペシャリストと呼ばれる、ランニングバックを抱えている。このランニングバックは、タッチダウンや、ファーストダウンまであとわずかしかない状況で、ゲームに投入される。 攻撃において、わずかな距離を確実に稼ぎたい場合、ゴールラインフォーメーションが用いられるが、このフォーメーションは、8人のブロッカーにクォーターバック、ランニングバック、フルバックで編成される。このフォーメーションでは、長い距離を稼ぐことよりも、確実に前進することが求められるので、スピードや俊敏性などの一般的なランニングバックに求められる能力よりも、どちらかといえば、 守備選手が密集した状態でも倒されず、一歩でも前に向かって突き進む能力が高い選手が、ランニングバックとして起用される。パントやキックオフのリターナーは、チームで一番足の速い選手がなることが多く、通常、ワイドレシーバーやコーナーバックがその役割を担うが、ディフェンスをかわす技術に長けた、ランニングバックがいる場合は、リターナーとして起用されることがある。 クォーターバックからボールを受け取り通常のランプレーに見せかけておいてオフェンスラインの手前で反転し、再度クォーターバックにボールをバックパス、ランプレーだと判断して前に詰めてきたディフェンスの裏を書いてクォーターバックがロングパスを狙うというトリックプレーを演じる場合がある。ありがとうございます。